はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日はね、こちら、電動スライダーの紹介をしていきます。こちらね、電動スライダーなんですけども、ゼーポンのマイクロ2という電動スライダーでして、パーギアさんからちょっと提供していただきまして、約ね、2ヶ月ぐらい使いました。ちなみにね、スライダーって使ったことありますかね？まあ、スライダーって何っていう人もいると思うんですけども、まあね、このカメラをね、乗せて、このレールの上を走らして、まあ、こういったね、映像を簡単に撮ることができます。まあ、これがね、スライダーという機材になります。で、僕はね、これ使うのがね、今回ね、初めてだったんですけども、僕がね、動画を撮り始めたのが約5年ぐらい前で、まあ、その時からね、まあ、ずっとね、このスライダーっていうのがね、欲しくて欲しくて、まあ今までね、購入するにはね、至ってなかったんですけども、まあね、今回ね、ちょっとお声掛けいただいたので、まあ使わせていただくことにしました。で、当時ね、僕がね、まだ動画を始めた頃っていうのはね、ジンバルがね、めちゃくちゃね、普及してるわけでもない頃で、まあ一部の人がね、使っていて、ジンバル自体もね、まあいいなと思ってたんですけども、まあ動かすね、映像となるとね、やっぱりスライダーがね、その当時ね、僕一番魅力的でした。なのでね、今でもね、やっぱりジンバル持って、撮影してますけども、スライダーにはね、非常に魅力を感じています。まあね、そんな過去の話は置いといて、今回ね、この提供していただいた商品のちょっとレビューをしていこうかなと思います。で、先ほどもね、お見せしたんですけども、この電動スライダー使うと、まあ、簡単にね、こういった映像が撮れます。まずはどうぞ。はい、いかがでしょうか。まあ、今回はね、この電動スライダーを使って良かった点とかね、使い方を話していこうかなと思います。あとはスライダー初心者の僕が気になった点なんかもね、簡単にちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まあ、まず一つ目、良い点なんですけども、まあ、スライダーショットがね、圧倒的にね、もう楽です。いやいや、こんな動きね、ジンバルでもできるでしょうと思ってる方もいると思います。まあ、僕なんかね、ジンバル使ってるんですけども、まあね、この安定したね、一定の動きっていうのはね、まあ僕の技術はね、全然ジンバルでは難しいです。まあ、よくね、YouTube とかでレンズの紹介とかね、カメラの紹介するときなんかもね、物撮りでスライダーショット、ジンバル使って撮ってたんですけども、あれね、もう何回もやり直したりしてます。けどね、このスライダー使わせていただいてからは、もうこれ使ってるんですけども、本当にね、失敗なく一瞬で撮影が終わってしまいます。本当にね、時間の短縮と、あとね、やっぱりそれなりにね、やっぱり力いりますけども、これボタン一つで、もう簡単に物撮りもできます。もう本当にね、時間短縮と、まあ、失敗がなくなったっていうのが、もうこれ使っていて一番の魅力です。で、続いてね、僕の好きなね、タイムラプスも使うことができます。後ほどね、使い方は説明しようかなと思うんですけども、こういったね、別売りの Amazon とかで売ってる、まあ、1000円ぐらいのコードがあるんですけども、まあ、それをね、こんな感じで本体につけて、あとカメラ側につけることによって、あとはね、アプリ側で操作すると、まあ、タイムラプス、まあ、こんな感じのタイムラプスが撮ることができます。はい、続いてね、3点目がね、初めてね、このスライダーっていうのを使うんですけども、まあ、スライダーってね、もっと長いイメージがあったんですけどもね、これはね、コンパクトですね、非常に。で、こんな感じでね、バックパックとかにも、もう、入れることできますし、まあ、重さがね、ちょっと 1.8 キロなんですけども、まあね、バックパックとかにもね、手軽に入れる長さで、長さ自体がね、これ42センチぐらいですかね。で、このね、可動域が、42センチだけではなくて、このレールもね、一緒に動いてくれて、
まあこんな感じで結構動きますねこれで、ね、全部でね52センチ、本体が42センチなんですけども52センチまで動いてくれます。こんな感じで、まあこんなにねちょっとちっちゃいレールなのに、まあ、ここまでね動いてくれるっていうのはね、なかなかねこれ魅力的かなと僕は思っています。でね、バッテリーがねこれ、まあ、こういったねあのソニーの電池ですかね、まあ、これのね F550 とか F750、F970 っていうような、まあ、バッテリーがあるんですけども、これはねちょっと別売りで買う必要があるんですけど、僕もねこれは Amazon で別途ねこの2個入りでとこの充電器付きのものを購入したんですけども、まあ、これでね僕は一番小さい容量のタイプを買ってだいたい4時間使えます。でもう一つね大きいタイプが7時間で、最大のものが14時間使うことができますので、まあ、かなりね長時間スライダー使うことができます。まあ、あとはね操作が非常に楽です。これもね後ほど説明しようと思うんですけども、こちらにね電源ボタンがありまして、こんな感じで電源が入ります。でランプがねここ3つつくんですけども、一番早い動きと遅い動きと、まあ普通のぐらいの動きっていうので3段階ね本体では調整できます。であとはね上のスイッチを押すだけでスライドしてくれます。他にもねこのゼーポンのアプリ立ち上げて使うと、もう操作がねこのスライドの動きなんですけども、もうかなりね細かく動かすことができます。先ほどね本体で一番遅い速度よりかもさらに遅く動かすこともできますし、まあ後ほどねそれもお話しします。はい、このね電動スライダーなんですけどもね、やっぱりね先ほども僕が言ったようなやっぱりコンパクトなので、まあ、部屋の中でのね物撮りとかっていうのもね非常に楽ですし、あとはねモーションタイムラプス、他にはね広角レンズとか使った室内内観とかのね撮影、ちょっとね僕の部屋狭いのであんまりねそういった作例が見せれないんですけども、このスライダーを使って室内をね印象的に見せるようなショットっていうのも使えますし、もちろんね風景撮影っていうのにも使えます。で今ねこれ直置きにしてるんですけども、もちろんねここ三脚、まあ、つけることができます。ちょっとね三脚持ってきますね。今日はねちょっとちっちゃい三脚こんなちっちゃい三脚でちょっと試し撮りするんですけども、まあ普段はねもっとこういったね大きい三脚の上に乗せて使ってますけども、今日はねちょっと場所が部屋の中なのであれなので、まあ、後ろにこういった感じでね三脚穴がついてまして、僕は今アルカスイス互換のプレートをつけています。ちょっとね室内なので見にくいんですけども、今ねこれ α7S3 にシグマのね2870のレンズをつけています。だいたいね 1.5 キロないぐらいの重さになります。本体が 1.8 なので、まあだいたいね3キロ強ぐらいにこの組み合わせになってくるんですけども、まあそれにね耐える三脚つけてもらったらいいと思うんですけども、運台もねしっかりしたいです。一回僕ちょっとね弱い三脚つけてしまって三脚破壊したので、まあ三脚ねつける人はちょっと注意していただきたいんですけども、まあこんな感じでね三脚につけて、まあこういった感じで撮影することもできます。あとはね横の動きだけではなくて、はい、こういった感じでね前後に動かして撮影することもできます。で先ほどね最初に言ったように 4.5 キロまでの重さに耐えれますので、このね水平だけではなくてこういった感じで斜めのねショットなんかも可能ですし、ちょっと場所があれなんですけども、まあちょっとね垂直に今なりきれてないんですけども、まあこういったね上下の動きっていうのも撮影することができます。はい、というようなね使い方ができます。で次にねちょっとアプリの使ったね簡単な操作の仕方をお伝えしようと思うんですけども、まあ、こういった感じでね立ち上げるとこういった画面が表示されますので、あとはね自分の任意の点最大ね、まあ、5点まで選ぶことができるんですけども、まあ今回はね2点でお話ししようと思うんですけども、まあ、ここでねスライドさせて、まあ、好きな点決めてあげて、さらにね、まあ、好きな点を選んであげて、まあ、選択した方が始まりのね視点になるんですけども、まあ、今回はね B から A に移動させる、自動でね動かしたいときはもうあとはここの再生ボタンを押すとこれ勝手に動いてくれます。
で、ここでね、速度調整できますので、もっと遅くしたい場合は動かしてあげることもできます。で、あとね、ここのループボタン押すと、このね、ウェイポイント、決めたポイントをもうね、まあ、こんな感じでね、ループすると永遠にね、行ったり来たり、まあ、スライダーがしてくれます。まあ、なので、ね、何か作業してるときにね、まあ、こうやってずっとね、永遠にね、スライダーショットを撮り続けてくれることもできますので、まあ、自分のね、作業動画とかね、あとはライブ撮影とか、まあ、そういったものにもね、有効的に使えるのではないかなと思います。次にね、タイムラプスなんですけども、先ほどね、ちょっと最初に説明したように、これ、別でね、ちょっと買う必要があるんですけども、ここをね、開けると、USB Type-C と、こういったね、2.5mm のね、イヤホンジャックみたいな、なんて言うんですかね、これ。こういったね、2.5mm のジャックっていうのがありますので、このね、線を購入して、まあ、カメラ側にね、これマイクを僕が買ったのは USB の方なんですけども、まあ、カメラ側にセッティングしてあげて、こんな感じでね、セッティングしてあげて、あとはね、最初の説明したように、この最初にね、このウェイポイントを選択してあげて、A 点とね、B 点とかね。で、あとはね、ここの下の右のところに、インテリジェントタイムラプスってありますので、ここを押していただいて、あとはね、速度とか、まあ、シャッター間隔とか、あとはインターバルですね。タイムラプスなので、まあ、5秒間隔とかね。そうすると自動的にね、この辺が計算されて、今回はね、まあ、24fps のタイムラプス動画を撮影するといった感じで、想定して431枚撮りますよということで、撮影することができるんですけども、あとはね、こちらカメラ側で写真モードにして、自分でね、マニュアルモードにするのか、まあ、絞り優先モードにするのかを決めていただいて、まあ、ローで撮るならローでっていうような感じで設定しておくと、あとはここのボタンを押すと、今ね、自動的にシャッター切ってくれてます。こんな感じで。5秒間ごとにね。で、431枚が終われば、ストップしてくれますので、あとはね、ライトルームとかを使って、ロー現像して、あとはね、僕はいつもプレミアプロでタイムラプス動画作っています。まあ、こういった感じでね、簡単に動きのあるね、タイムラプスも撮影することができます。はい。まあ、使い方としてはね、まあ、非常にね、もうシンプルで簡単です。はい。ということでね、ちょっとね、使っていてね、次は僕が気になった点なんですけども、このね、マックスにした時に、ちょっとね、音が、まあ、こんな感じで、入ってしまう点が気になるかなと思います。まあ、弱い速度をね、遅くした場合は、ほとんどね、音は入らないです。で、これが中にした場合ですね。まあ、普段のね、物乗りなんかはね、この、遅いモードで、撮影して、まあ音とか消すんで、ね、全然問題ないんですけども、まあ早い動き、外とかでね、大きなね、動きするときは、ちょっとね、早い動きの方が、その動いてる感っていうのがわかりますので、使いたいんですけど、若干ね、音がね、静かな電動スライダーって言われてるんですけども、やっぱりね、モーター音は聞こえてきます。まあでもね、これはね、他のものがね、使ったことないので、何とも言えないんですけども、まあ静かな方というふうに書いてますので、まあ他社さんのね、電動スライダーも、まあこういったね、音が聞こえるかもしれないんですけども、まあ音のね、大きさっていうのはこのくらいになりますので、まあちょっとね、参考程度にしてみてください。あとそうですね、もう一点ちょっと気になるのが、広角レンズ使った時に、まあこのね、レールが入るかどうかっていうのを、最後ね、共有しておこうかなと思います。ちょっとね、ソニーさんの 16mm のレンズ、つけますね。で、こうした時に、一番 16mm 側とかにして、ちょうどね、今ね、16mm の一番こっち側、端っこまで持ってきたときに、足がね、入る感じですね。ちょっと録画しておきますね。まあ、こんな感じで、ここの足が入ってますので、ここをね、こういった感じで曲げてあげると入らないですね。今だいたい水平保ってる状態で、で、こんな感じで動かしてあげるっていう感じですね。こんな感じですね。もう少しね、ちょっと低い雲台使うとね、見えてしまうかもしれないんですけども、まあ、僕は今使っている、これはレオフォトさんの LH25 ですね。を使ってるんですけども、これならね、ソニーのね、この1635使っても、レールは入らないので、安心して使うことができます。はい、ということですね。まあ僕が気になった点はね、本当まあそのくらいですね。まあ音がね、若干気になるかなって言った点ぐらいですかね。うん。まあもしね、この電動スライダー、
気になる方いらっしゃいましたらね、ここはどうなんですかっていうところがありましたらね、質問いただけたら、まあ、お答えします。うん、そうですね。あとね、僕はちょっと使ってないんですけども、このねモーター外して手動で使うことも可能です。はい、ということで、ね、今日はねこちらマーギアさんからね提供していただいたゼーポンのねマイクロ2ですかね、まあ、一番コンパクトな電動スライダーになりますので、まあ、そちらをね提供していただいたんですけども、まあ、使ってみてね、僕はこれ非常にもうね満足しています。 YouTube のねこの商品紹介の時とかね、物撮りする時とかは結構な頻度でこれも使わせていただいています。まあ、本当にね先ほど最初に言ったように、もうジンバル使ってね僕いつもスライドしたり、まあ、4K で撮ってフル HD で書き出す時に編集でねモーションとか加えたりしてたんですけども、まあね、その必要がないっていうことと、このスライダー使ってね撮影してたらね、なんかね非常に楽しいですね。おお、なんかすごいいい映画撮れるみたいな感じでね。はい、で非常にねコンパクトで、若干ね重さは、まあ、重いといえばね2キロ超えますので重いんですけども、まあ、一般的なね電動スライダーからね軽いと思いますので、まあ、バックパックなんかでもね入れて持ち運びもできますので、まあ、ちょっとしたね映像でね変化を見せたいとかね、そういった場合はこういったねスライダー使うのをおすすめかなと思います。まあ、絶対ね、まあ、必要かといえば必要じゃないんですけども、こういったスライダーを使うことで映像にね少しでも変化を出すようなこういったスライダーがありますっていうことを紹介ねさせていただきました。まあ、僕はね本当に先ほども言ってますけども非常にこれ満足しています。まあ、よかったらね下に概要欄リンク貼っておきますので、まあ、チェックしてみてください。はい、本日はねこれゼーポンの電動スライダーの紹介でした。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。